返ししたら、なんか。大丈夫？結構さ、半ズボンで。いやいやいや、パンツぐらいいるのに、今更って言われてる。大丈夫なんですか？今更、いやいや、一番言われたくない人に言われてる。一番言われたくない人に言われてる、今。一番。めちゃなんすけど、やっぱその、そんな格好じゃ、ちょっと舐めてるしか思わないですね。後ろ後ろ、後ろ後ろ。やっぱ生かったら生きていけない。後ろさんとゴリアさんってあれ、全裸なんじゃないですか、あれ。あれ、全裸ゴリラは熱い毛皮が守ってるから、ゴリラは。ああ、そう、確かに。頭と心臓ぶち抜けて。マダニとかいますよ、マダニとか。それはそれでどうなの？じゃあもう見えますよ。始まっちまうのか。うわぁ何人勝てるんだこれ、何人勝てるんだこれ、後ろ。理論上半分は勝てるでしょ。半分。最低半分か、理論上。そう、なんか被りがないから、絶対そう。あー、出る順番。俺じゃん、俺じゃん、すげぇ。うわ、飛ばない。すげぇよ、そーっと。そーさんからじゃん。うわぁ、よーっと早く出てけよ。出てけ。呼ばれたらだよね。早く行けよ。はいはい、出発していただきます。もういいですかね、もういいですかね、これ。いや、まだまだ、あのもうすぐカウントダウンが流行るな、流行るな。うわー、3倍倍いきなりじゃん。おい、さよなら、いってらっしゃい、バイバイ、さよなら。あれやるんだな、ソーツさんも。ほな、後ろ向きながらちょっと早めのスタートですが、さよなら皆さん。さよなら、リベンさん。じゃあね、じゃあね、人知れず監視してくれ。聞こえてる、お前を殺す。てんてん、あれ耳元で言うやつ。俺か。じゃあ皆さん、俺が全員殺しに行きます。やめて、こんな、こんな、こんな、来ないで。これ高的にやってほしいけどね、それは全然やだ。まあ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 、何も、何がまあまあ、まあ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 な、もう行ってこいよ。まあ行ってまあしかない。泳がねえし、あいつ。中身がなかったんだけど、こんな短い時間無駄遣いしたの、あいつ。結構減ってきたぞ。夏さん。夏やでも。わしか。どうだにしないよ。俺は行かないと。さよなら。早っ、早っ。そんだけ早い。キャンプさん。じゃあな、なんか。さよなら。さよなら、お前は。1日目のうちに、そうとぶん殴っといてください、ちょっと。あ、いいね、それ、やろうぜ。バレないバレないドキドキリやばドキドキリ行っちゃった。じゃあな、どうも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 、見知らぬ人。じゃあな、あ、どうも。あいつら本当にそうないもんな、別に出るときに。俺ここはね、無理。ゴリラさん、野生に返します。なーなー、返します。保護活動を行ってるの。なんで後ろ向いてんの、カウントしないし。行ってきまーす。どういうことだ。さーい、あー、バイザメさん、よし、あいつ殴ってくるわ。早い早い早い、まだまだ、早すぎ、早すぎ。今ならワンチャン後頭部、あいつ走るから。ただびしゃびしゃになってきて、走りすぎでしょ。足立やばい、後頭くれよ。いやー、なんでその二人なの、最後残ってんの。いや、わかんない。怖いよ、後ろから刺さないでね。振りかな、振りかな、振りだな、今。あ、じゃあ後ろさん、行ってきます。行ってきます。寂しいな、一人。いや、一人めっちゃ寂しそう。仲良くしましょう、本当に、二人は。仲良くしましょう。仲良くしましょう、もう同盟同盟、もう、ふんなく同盟すんのく。行ってきます、はい、じゃあ。行ってらっしゃい。あ、始まっちまったわ。わぁ、しんがり始めただな。まだ聞こえるわ、まだ全然聞こえる。いやー、閉まっちゃったよ。で、これをこんなもんにしたいな。うわ、誰の声だ、誰だ、夏さんか。あ、この声はもしかして上に、あ、夏さんがあだいる。あ、落ちした。ああ、あれ、出会っちゃった。出会っちゃいましたよ。これも一緒に動きますよ、せっかくだから。そうですね、最初暇ですし。後ろ旗上げとこ。よっしゃ。よっしゃー。なんか前回も一緒だった気がする、最初。そうですよね。夏さんと一緒に。まあこれは運命。月光さんが通れるな。これは運命ですよ。運命ってことはまたポンチョさんも一緒に。え、月光さんもあれですか、もうガツガツ序盤から倒そうかなぐらいですか。いや、まあとりあえず様子は見たいけど。うん。ちょっとあんまり自信のない武器だから、
はいはいはい。チョキブキが。まあそこは様子見ながらと。そう、様子見ながら。頑張っていこうかなと。ね、まあ当然武器種によってどう動くかっての変わりますもんね。そう、変わるんですよね。誰の声だ？なんだ？ゴリラさんだ。何の用事だ？密談ですよ。そうだよ。早い。もう誰殺すか決めましたよ、今。もう決めた。マジですか？早くないですか？お前だ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 。始まってねえんだよ。ちょっと待って。そうね、まず物資、まあ、パンとか、まあ、弓矢とか、HP 回復のポーションとかがもうすぐしたら、ランダムに配布されるので、それをね取るためのと見晴らしがいいところとかをね、まずポジション取るのがね大事ですね。でダッシュすると満腹度が減ってね、ダメなのでゆっくり歩きます。もう痛いな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 。さっきまでなんかすっごいなんか偉そうにタレストのリュンチク、こんなとこで HP 減らしちゃダメよ。あら、どうもどうも、こんにちはこんにちは。出くわすねー。どうもどうもどうも、出くわすねー。どうもどうもどうも、どうですかこういう系のゲームは。やっぱ得意になっちゃいます。いや心臓に悪いっす。毎回毎回こういう企画ばっかやってるけど、確かにやっぱ痺れますよねこういうのが一番。いやもうね、最初の1時間ずっと手触れてるから、ね、ダメなんだ俺こういうの。そうね、もうね手汗がねピチャピチャ、そうピチャピチャなんだよ、ね、もうピチャピチャ。誰と組み手とかあるんですか？僕まだ何も考えてないけど。いや結局アサシンと組むのが丸いんじゃねえかなっていう。どうしようね、磁力とか考えるとね、やっぱりプレイヤースキルはそんなに高くないですからね、うちのチームは。そうっすね、いかに他と団結するかみたいな、うん、そう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 、アサシンの団結力はもうなんかカスみたいなもんなんで全然。あーカス、ね、おーなんか聞こえてきた。あれ、びっくりした、なんか聞こえない。エナジーツール、なんかね、こうね、自分には得だな、この人殺したら損そうだなって思わせることによって敵にならない立ち回りをしていくということで。ちょっと、ごさんもいます。なんかこの辺さっきカス呼ばわりしたけどな、俺たち。あいつ、あいつはあの一番カスです。あ、あれカス、一番カス。悪くない、あの二人ちょっと実はな。え、何？俺がカスって言われたのこれ？え、多分俺のことだと思う。カスって言われた。あ、本当ですか。いや、もう見返してやりましょう、ちょっとあいつだ。許しておけないでしょ。いや、俺はあいつらをもう、アイスよ。うわ、すごい。愛の塊じゃん。敵にされたくないから。敵にされたくないから。結婚しましょう、結婚も。結婚相手見つけましょう、もう。いや、そうですね。あいつすぐ結婚って言われてんだけど。この島はあいつすぐ結婚？この島はでっかいラブワゴンだからマジで。何結婚なんだと思ってるんですか全く。なんすか。確かに既婚者に言われるとなんか何も言い返せない。ああそうだ。結婚なんだよ。そうそうそう。あダメ、もう仲良くでき、仲良くできないもん。ああちょっと殺す殺すも。無視無視無視。無視配布だからもちろん君たちの構ってる暇ないから。爆破しろ爆破しろ。おい。ちょっとそこのあなた何見てるんですか？そこのあなた、ちょっと出てきなさい、出てきなさい。なんで出てこいよ、ほら思ってんねんやろや。何しとんじゃこら横から。なんだなんだなんだ。やんのかやんのか。やんのか。やばい壊れて壊れて。ほらそのお前海に沈めたるぞ足から。おいおいおい。足からさ、ただ普通に使ってるだけ。俺らは白旗三十字だぞ。そうだぞ。やんのか。お？俺も白旗なんだけど。それこれで四天王だ四天王。ああ四天王になった。よし、白旗してんの。四校だ、四校。四校。お、毎日土下座の練習するんだぞ。じゃあ、もう、物資配布されたら、もう、とりあえず。土下、土下。とりあえずだ、とりあえずだ、とりあえずだ。あの、よこせ。よこせ。カラップだ、カラップだ。よこせ。いや、三個ぐらい、三個。結局。取りすぎてもな、制限食らって、で、矢はいらないんで、とっとと消しましょう。めっちゃ絆創膏手に入る。回復手に入るのはいいよね。できればな、
立ってほしいな。とか言ってたら当てるじゃない。あれもう持てねえや。これさ。海の中落としとこうぜ。船の最初の初期位置とか誰も漁ってないと思ったんだけど誰も漁ってないと思ったんだけど誰も漁ってないと思ったんですよね。俺もそうね。もう最後尾だから中入ってたわ。どうぞ。どうもだっけ。1日20分だっけ。1日20分ですね、マイクラは。そうですね、マイクラ内のあれですもんね。若干そのサーバー負荷とかで遅くなったりするときありますけど。ああ、なるほど、なるほど。はい、大体。どうですか。自分結構手に入りましたよ。今4つ開けましたよ。マジか。こんなもん見つけましたよ。あ、強っ。めちゃくちゃ強いじゃん。ミスミスやべ、下行った。やべ、襲われる。ミスミスやべ、あれどこ行った。あれどこだどこだどこだやべ、これもあんま分かってない、この建物。あ、てかやべ、あれですよ。物資が配布されました、これも。ああ、確かに。取りに行かないといけないですね。そうなんですよ、結局。あれ、どこにもねえな。あ、いた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 。真後ろある。待ってよ。支援物資協力しましょうよ。協力しましょうよ。早っ、組むの。待ってよ。協力しましょうよ。待ってよ。あったあった、あれ俺んだ。やった。最初に組むと裏切んの楽だからやりましょうよ。ちょっとネルさんの VC を上げよう。普通に。あるんかい。6人一応出れはする議論です。そうですね。被りがないんで今回は。パイさんもいる。もうそんな集まってる。なんとなくです。行き当たりばったりですね、まだ。そうです。なるほど。何も。物資どんなもんですか。集まりましたか。3つぐらいは。ああすごい。おお。ってことは結構もうないんだな。物資。初日やることない。ないな。ないっすよ。基本的には。どうしようかな。誰かの悪口言おう。お、誰がいい、ね、誰がいい、誰がいいと言われたら月光だろう。あ、いや、なんかそこになんかポンチョさんいるからポンチョさんの悪口でもいいんじゃない。あ、ポンチョさんの悪口をポンチョさんに聞こえないかぐらい。聞こえないかぐらい。そうそうそう。いい人だよな、行光さんってな。おっと、保険かけてきたぞ、あいつ。あれ、コビ売ってる？組みたいけど。いや、組んでくれないだろうな、行子さんとかな。なんか仕事でけえな、あの人。会えたらな、会えたら。もう聞こえてるだろうって思いながら喋ってる。次、行子さんのターンですよ。え、もう聞こえなくなった、ガチで聞こえなくなった。あ、本当にいなくなっちゃった。ああ、前の動画だと9人で4号だったんだっけ。あ、いや、3、6だったかな、確かに。3、6だね。3、6なのか。その時は3があまりにもその強い3に集まっちゃってたから、あ、そうですよね。ただパターンとして早めにある程度の派閥作っとかないとマンパワーで潰されるっていうパターンありますからね。でも今ここにいる3人が多分最高戦力な気がやめてくださいね、本当に。それはちょっとそこ3人組んだらもう絶対残り全員組んできますよ。それ、そうですね、それリスクちゃいますか。できちゃいそうな気もしますけど。あ、でも日没までもう少しだな。あ、早い。とりあえずどっかで夜セーブンリハウスに。ここに入れてくださいになるともう他の7人がもう徒党組んでくるねっていうのがクリエイティブな可能性高い。ハドイプレゼントに立てください。え、やだけど立てください。やだけど。釣り師はね、本能的にこの内陸側に来ない。おいしい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 。めぐみの雨だ。これでみんなフレンドだよ。パンがつなぐ絆。
何も、何も利益にならない話でした。そうですね。